その昔プレイボーイで鳴らしたある落語家さんが、結婚する相手じゃなかったみたいですけど、彼女にね、プレゼントしたそうです。口紅ルージュをね、受け取った彼女がキュキュッとこう中身出して、あら素敵な色ねって言った瞬間、その落語家自分の唇を刺して、少しずつ僕に返してくれたらいいからねこんなセリフ死んでも言えるかおい今言ったじゃないほほほほっていう。でもね皆さん、言える男には言えるんですよね。ちなみにその話家さんは、はい、亡くなった四代目の桂幹助師匠だったそうです。まあそんなわけでね、まあ、これはね春風亭小朝師匠が、まあ、語り継いでる、有名なエピソードなんだけどね。でもね、戦のね、幹助師匠もね、スポーツカーを乗り回しの、そうそうそう、ね、僕のイメージだと、本当に80年代のさ、シティーボーイですから、そう、シティーボーイズじゃありませんよ、シティーボーイ、複数形じゃなくて、ね、シティーボーイでさ、こう、なんか水色のさ、あの、水色とかライトブルーのさ、ジャケットをこう、こうやってこうまくって感じ、それでね、あれだって、セーターの、あの、袖をこうやってかけて、セーター、後ろからこうやってかけて、で、ここで結ぶんだよ。そうそう。あんなのやってんの石田純一とあの人ぐらいだったもんねそうそう、おまけに立教出身でさね、どこまでもそのね、そういう感じのね、カラッとおしゃれでした。確かにそうでしたな、ごめん、いやいや幹助師匠の話じゃないじゃん、そうなんだよ、ごめんなさいね。何が言いたいかっていうと、それぐらいさ、キザなセリフっていうかね、とてもじゃねえけど、こんなさ、セリフ、歯が浮いちゃうよ、次から次へとよく言えますねっていうのを、もうただただそのもう口あんぐり開けて鑑賞するしかないという作品、今回はい、なんと関係ないね、柴田恭兵主演の別品の街だ、これ見てる人あんまり多くないと思いますけど、どうですかね、視聴者の皆さん、当時でも当たったのかしらね。まあ率直に言ってね、興行ベスト10内に入るような大ヒットはしてないけど、平成元年だから1989年の封切りになるんだけどね、この作品、まあですからね、でもなんか平成ね、平成だって感じね、まあ、そうそう、平成の幕開けだって感じ、そうだから一応そのバブル崩壊前後でしょ、それ前ぐらいか、90年91年ぐらいが本格的に崩壊とされてんだっけ、だからそのもうとあのもう要するにトレンディードラマ、フジテレビが一番ブイブイ言わせてる頃、ね、ダブル朝のなんか言われてる頃、そんであれですよ、愛と平成の色男というもてはやされ方を石田純一がしてた頃、まさにその、そのまんまん中の時期に、で同時にこの頃の柴田恭兵さんといえば危ないデカが大ヒットしてる頃だから、危ないデカから4年ぐらいかな、もうこっちの方がよっぽど危ないですからね、これ何まあそのね、要するにまあ、まあ、当然そのね、まあ、この頃40代になるかな、なんかならないぐらいですか、ちょうど、まあ、そんな感じですよね、の柴田恭兵が私立探偵の役なんですよ、でしかも元あのなんていうの、少年刑務所かなんかでそう少年院の監修だから、教官なんだよね、そうだよね、刑務官の役、そうそう、で今は私立探偵、しかも、ね、住んでいるところは港町神戸ですよ、そうですよ、ね、まあね、もう、まあまあ、全然の泣いてどうなるのかの響きじゃないその神戸じゃない、そっちの神戸じゃない、そっちの神戸じゃない、もうおしゃれもおしゃれで、しかもほら、89年ってことは95年の阪神大震災の前だから、前のね頃の神戸の街並みが、ね、まあ、この映画を通して今と、まあ、歴史的な資料かもしれない、ね、そう見ることができるっていうね、でもあのさっきね折島さんがね、はい、懐かしいね関係ないねっていうのはさ、そうもう俺だから、柴田恭兵さんの代名詞に田代正史さんがしちゃったんだよね、そうあれはだからオールスターモノマネ王座でね、まあ、ラッツ&スター、まあ、ラッツ&スターって事実上田代正史&桑野信義コンビだったんだけど、この時に田代さんが、もう柴田恭兵モノマネやってもうバカ受けして その時の代名詞で関係ないねっていうのが、だってでやっぱり柴田恭兵さんが関係ないねって、ね、よく口にしていたかっていうとそうじゃない、でもまさにあれはね、本当にモノマネの鏡、サブリミナル効果の、そうだからね、あの完全に巨人の星における星一徹なんですよ、星一徹そんな毎回なんかちゃぶ台ひっくり返してないんだよ、確かにそうだ、1回しかひっくり返してないんだけど、星一徹の巨人の星必ずっていうなるよね、ああいう吸い込みと同じだからそれと、だから田代さんの柴田恭兵と、ね、松村さんのダンカンバカ野郎とか、あれと同じだよね、そう
で、うん、そうだから高田文夫さんの笑い声だっていくらなんでも高田文夫さんがさバウバウって言ってて言ってるわけないんだ言ってるわけないけど、うん、松村さんの耳にはそう聞こえたからバウバウになったそれはそれもよくかけたらすごいけどねバウバウっていうさあれでもでも関係ないねってよくぞ切り取ったなと思ってね、うん、見事に縛って京様ですから、うん、そうです、でもうそんなね関係ないねみたいなね、うんうん、セリフがね、うん、もう山のように出てくるのがこの作品なのだってね俺未だに覚えてるけどね、うん、開始10分経ってないんですよ、はあ、10分ぐらいかな、はいまあ、そのさ、重要なねヒロインの役で田中美佐子が、ねはい、出てくる、田中美佐子これもすごかった、うん、田中美佐子さんがね、で彼女となんかね船の上かな船でなんか、うんその食事してるね。してるわ、してる。田中美佐子と向かい合って柴田恭平が、うんうんうん、ね、なんていうかね、田中美佐子の着てるさ服ドレス、はい、ところでそれ普段着ってこう言うんだよ。いや言ってた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 。おいで田中美佐子がどうしてって返す。うん、そしたらなんていうか、もう俺今自分で言おうとして口が震えるもんね。もう本当に言うんですよ。しかも真顔で。うん表情一つ動かさずにさ、ね、柴田恭兵がなんていうか、もう落ち着いて、女がいい服着てるときは脱がせてほしいってことだろ。許してくれ、もう勘弁してくれ。もういくらでも払うからね。いやいや、ね、そのセリフね、うん、女がいい服着てるときは脱がしてほしいってことだろって柴田恭兵が言った後に田中美佐子は、うんうん、せっかちなのねって言うんだよ。いやもうちょ歯が全部飛んじゃった歯が全部飛んじゃったよもうそうだ俺もう劇場でさ崎陽軒のシウマイ弁当全部吹き出したからねダメじゃんあんた二方向の食うじゃないよ映画館でいやそりゃないだろすごいよ女がいい服着てるときは脱がしてほしいってことなのだよ、ね、そうそう今ね折島さんが言ったところ確かにそうなんだけどすごいなセリフだけじゃねえんだよ確かにね田中美佐子はねなんかねなんだかあの果物とかにかけるようなね、なんか網みたいな、メロンとかにかぶせるようなよ、そうそうそうなんか網みたいなやつをなんか体にワカメみたいに巻いてんだよ。ワカメはいいっすね。いや、巻いててさ、なんか変な服なんだよね。変な服で、それでしかもね、折島さん見たあれ。あれさ、ね、テーブル越しにさ、こうやってんだよ。ずっと。こうやってんだけど、ね、肘ね、テーブルについてないんですよ。だから、ずっと、なんかね、ずっとこれ、空気なんだよ。そうなんだ。カメラ持ってきてたら、ネタやる前の全治北京みたいな、マジシャンじゃねえんだから。別にこうやってないけどさ、こうやってんですよ、こうやって。疲れるよあれやっぱカッコつけるって大変だね大変、うん、大変ですよキザにはね、キザには努力と精進と体力がいるんですよ大変だすごいからもういやいやいや、そうでさ、まそね、いいですかこれ一部じゃないんだから、うん、まだ始めたばっかりだ全部この調子よ柴田恭兵先生全部この調子そうで、うん、であれなんだ涌井絵美積木美帆だっけ積木美帆と涌井絵美が女子、うん、町ねその神戸の三宮あたりのさ、うん、そのいいとこのお嬢さんなんだ、ね、まだ女子校、うん、高校生ですよそうですよ積、ね、木美帆、うん、もう可愛いんだよねあの頃だから今もうねすっかりご無沙汰とか見なくなっちゃったけどこれ89年でしょ、ね、で翌年がほらあの桜の園とかね中原翔監督のね、うんうん、ちょっと不良があったさ積木美帆さん見ないね、うん、あの涌井絵美さんはなんか最近近年ちょっと時々ドラマとかのね、うんうんうん、去年の大河の「どうする家康」でああそうかねねやってた秀吉の女房のねね北の間のところねまあまあそれは涌井絵美置いとくとして、うんうん、この頃のさ積木美帆大体ね積木美帆って言ったらもう反射的にね、うん、ややその訳ありの綺麗ね可愛らしくて綺麗な女の子なんだけどどっか影があるあ、ね、何かを抱えてるそうだ、ね、背後にうん、ややそのどんよりしたものを背負わざるを得ない家庭環境とかなんとかって言ったらそういうような役やらせるともうピカイチのねそうですね、うん、そうそうまあこの映画でもそういう感じで出てくるんだよねでも、うん、この街の私立本当にね、まあ、なんかね、うん、だから結局これね、うん、洋画なんだよねノリとしてああそうそうそう完全な洋画なんですよ完全なハードボールド小説なの、うんうん、いやプラスねイラストに直したらね渡瀬製造ってああ分かる分かる、うん、ハート描くんだよ分かるあ分かる分かるもうちょっと小指がしびれてきたのかなあ分かるみんなの靴べらみたいなそうなんだそうなんだみんななんかこんなんだろそうなんだそうなんだほんとね必ずねベッドでね、うん、
サイドボードにね、うん、こうビールが缶のビールがこう握りつぶされてたりして、はいはい、その缶ビールがね大体ねクーアーズかバドワイザーなんですよ。必ず缶ビールのね銘柄がみんなかっこいいさ、ヘノヘノモヘジみたいなかっこいいんだよ。かっこいいこうなんかすっきりしたヘノヘノモヘジみたいな顔の絵だろ。なんかそうそう、それ大体さカモメが飛んでたりとか、そうそうそう、そんなあれでしょ。そうそう、港町の絵だ。そうそう、必ずあったわね。 そんな感じなんだよ。はい、はい、でそのこの柴田恭平のがね、うん、事務所構えてるその神戸のさその探偵事務所みたいなとこもね、完全にそうなんだよ。そう、それでさ汚いザックビルでさ、で下がテーラーだから、うん、そうそう下がテーラー、そうそうそう、でね、で表向きはね古ぼけた感じのあれなんだけどね、内装はちゃんとねあの綺麗なんですよ。そうだね、ぐじゃれててね、ちょっとあの、うん、今用に言うとさ、うん、何ミニマリストじゃないですか、簡素なね。そうなんだよ。でね男山目に、あのうちがうちわからないみたいなね、そんなんじゃ全然ないんですよ。台所なんかピカピカで綺麗でさ、そうだよ、いつより自炊とかしないのみたいなさ、そういうようなところでね。そうでね、ね冷蔵庫があってね、なんかねあのシャワールームなんかもねすごいなんかこうこじゃれてんだよ。ほんでねベッドサイドがこうやってさ、ほんで何あのこう必ずね洋物のなんかおしゃれなミステリーだったから、うんうん、で積んであってよ、うん、でねでさあとね壁にねあのなんかラックみたいなところにねボクシンググローブがぶら下げてあるんだよ。でこのシャレオツだよ、内装がよ、うっかーっていう おすすめしてるんですけどね、これおすすめ映画なはずなんだけども、いやいや、だから、うんうん、つまりね、こういうものが、うん、そのさ、風通しがよくて、要するに涼しい風が吹いてる、かっこいい、理想的な、そのハードボイルドな、ね、要するにその主人公が、できもう次からもういや、だから それをスルメ打ちのようにそれで行こうじゃないかという時代と、うん、そういう向き、そういう意見があったってことだよ。そう、キザなセリフのそのスルメ打ちね、それの、もう要するに一つの完全にパッケージとしての見本なんですよ。この一本に凝縮されてるって、そういうことを言いたかったのよ。なるほど、そうそうそう、そうだね、うん、本当、あ、なるほど。だからもう時代の空気も圧縮されてるし、圧縮されてる、そうそう、風俗的なことね、時代風俗、その社会風俗みたいなこともさ、そうだって、うん、まあその探偵が、うん、さっきの田中美佐子のね、うん、あのまあ友達以上恋人未満みたいな人から、うんうんうん、彼女を経由して、うん、ある女子高生の行方不明事件、彼女を探してくれという、うんうん、その女子高娘を探してくれっていうふうに依頼されて、うん、その神戸の街をね、うんうん、まあいろいろと探っていく、うんうん、でその中でバディを組むのが、うんうん、元少年院で自分が面倒を見ていた、うんうん、これがね元不良で今は、うんうん、不良のもうエリート、うん、もうヤクザの大幹部、実業家だから、若き大幹部、うん、でね、あれ覚えてる、あ、わ、わか、言いたいことは分かった、うんうん、言いたいことは分かった、ね、その事務所に電話をかけて、 お電話ですって言って取り次ぐ役がなんと寺島進さん、若き日のね、でも、ね、もう、うん、ねまだ本当それそのシーンだけしか多分、うん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 、お出になってないですけどね、うんうん、でも同じ年がほら武さんの第一作のその男凶暴に来てたのね、うん、でももうなんかいい、でもね、うん、やっぱこう今見てもあ、うん、リアルないい芝居してる、片鱗はもう十二分に放射されてますよ、うん、でもね、もっくんってすごいな、なんか不思議な人、なんだろうね、あの人、やっぱり、ね、困っちゃうね、いやだってね、色気、俺べっぴんってさ、べっぴんってもっくんのことかと思ってたからね、うんうんうん、だってかっこいいんですよ、もっくんが一番べっぴんだから、もときまさるが一番べっぴんだから、もっくんの街じゃあるし、困るの町って言うじゃ困っちゃうけどさ、もっくんの町って言ったらなんか NHK 教育テレビとか、まあ、昔のきもっくんもっくんもっくんとか、もりもりぼっくんとかなんかそういうの思い出しちゃうけど、まあ、いやいや、うん、本当にね、うんうん、またいい男なんだよね、そうそうそう、うん、で、ね、で彼がその、うん、柴田恭兵の探偵の、うん、まあ、あの何かと助ける、何かと助ける、うんうんうん、ということでね、うん、2人でいろいろ、でもあの三宮のね、うん、駅下のね、うんうん、商店街、はいはいはい、ああいうところなんか、まあ、今もありますけどね、うんうんうん、本当にこう、うん、場所としてはさ、うん、無国籍な感じっていうのはよく出てると思いますね。そうだね、日本っぽくないっていうね。でただね、その無国籍って言われる意味はね、うん、あのさっき君が言ったテーラーね、あー、そのテーラーの主が笑福亭鶴瓶師匠なんだけど、この鶴瓶師匠の役柄がね、中国人って役柄なんだよ。そうそう、全然見えねえんだよ、父さん父さんとかテイさんとかね、そうそうそう、
それでさ、うんね、でもう柴田恭平見つけるとダブルの自分が仕立てたダブルのさ、うん、スーツこれこれ着なあかん、これ着なあ、うん、持てへんで、ね、こんなな、うん、若者ぶってこんなもん着てたらあかん、うん、ちょっとこれ着やっつって、うん、これ、うん、あんたのためにこれこうってこうってって言ってるで、うん、とかずっとね、そうだからいい味出してるけど、うん、どこが中国人なんだよってさ、これ小沢昭一さんだったとかだったらさ、あれあれもっとこう小沢昭一さんだったらちょっと喜劇味が出すぎちゃうとか、いやもう冬の花のあのさ、うん、あそこだけすごいから、いやでも、うん、俺鶴瓶師匠さ、うんうん、あのなんか今伏線ってあんま好きな言葉じゃないけど、うん、もしかしてなんか後でさ、うん、すごい人として出てくるのかなとか思っちゃったからね、ああそうかそうか、うん、本当に、うん、まあまあまあ本当にね、うん、あの強い役なんですけど、お若いだこの頃まだ30代でしょでしょうね、だってそんな変わんないでしょ、うん、柴田恭平さんとね、うん、同じぐらいじゃないですか、うん、いやただね、うん、この映画そう、さっきのセリフで言うとさ、うん、私がびっくりしたのがさ、はい、片桐隆二、うん、今ね、相棒シリーズでさ、そうそう、あの上司の内村圭司幹部、大幹部、ね、うん、そう、まあまあ、あの杉下右京に意地悪ばっかりする上司の役でね、もう今大人気だけど、片桐隆二、若い頃チンピラの役ばっかりだから、そうそう、ピラニア軍団ですからね、そうそうそう、もうあの方も、ね、片桐隆二ともう一人がさ、うん、こうその、うん、なんかね、自分の探偵がどうも探ってる、うん、怪しいやつがね、うん、探ってるらしいって言って尾行してってさ、うん、河内民夫が差し向けてくる用心棒なんだよ、そうなんだよ、うんうん、そしたらその、うん、尾行に気づいててさ、うんうん、でどっかの、 あの角、ね、商店街のいく筋もこう細い路地が分岐してるようなところでさ、待ち伏せしててさ、うん、で二人がさ、うん、おっとったらさ、うん、柴田恭兵がこうパッって出てきてさ、うんうん、まあ、出てき方もこう、かっこいいんだけどさ、はいはいはい、そうそう、うん、それでさ、うん、何か用があるのか、何か用があるのかっつって、うんうんうん、ひょっとして俺に惚れたか惚れましたよ惚れるよそりゃ、ひょっとして俺に惚れたかっつって、うん、で本当に今、うん、もう絶対に聞かないけど、うんうん、本当に、うん、あの、うん、悪いけど俺にはそういう趣味ないからみたいなことを言うじゃない、うんうんうん、もうさそれでやりたいことがあるんだったら言わないとわからないぜみたいなこと言ったら、なんかこう、なんかこうね、うんうんうん、ナイフかなんかこうじゃってやるさ、うん、よしその言葉引き受けたっつって、うん、メリケンサックをこう、うん、メリケンサックを出してこう、うん、あのね、うん、ガンマンみたいにこうぐるるっと回してこうパチャッとはめてさ、そうそうそう、でもそういう、うん、その一連のさ、うん、こうやり取りだったりさ、うんうん、決めはさ、うん、やっぱこうちょっとブワーってなるけど、まあまあ柴田恭平のモックンとね、あのジムでスパーリングするシーンもあるからね、うん、でもね、うん、体のキレはすごい、あ素晴らしい素晴らしい、何しろだってもともとそういう劇団の出身なんだよね、柴田恭平さんもね、ね、東京キッドプラザーズ、そう、ああいう、うんうん、もうものすごいその大義的なものでやる人でしょ、うん、いやだから本当にアクションシーンというか喧嘩のとことかはね、うん、キレがいい、うんうんうん、これは本当、うん、それは危ないというかね、いかんなくね、あの発揮されてるわけだけど、いやいやどうだね、うん、そうだね、積み木美穂、あれだ、積み木美穂に言うんだったかな、あのまたくじけそうになっちゃったらどうしたらいいみたいなことを言われるんだよ、その女からね、うん、女かっていうからっていうか女の子から、うん、その時にさ、俺を呼べばいいんじゃない、うん、あもうあいいね、何かこう巨大な木魚を引っ張ってきたくなるよねマグマ大使とか言いたくなっちゃう、もう照れ隠しでマグマ大使助けてとかさいやでもさ、うん、やっぱり柴田恭平という人のね、器というか、はあ、人柄というか、うん、ね、やっぱりそれがさ、こう要するに抵抗なく言えてね、そうでこう画面が持つっていう、やっぱりまあまあそうですね、だから今誰探せばいい、そういうの寺いなく、うん、もう本当にバチッと言える人っていうのはね、そう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 、つまりね、まあ、その手、要するにその手のセリフを言った後間を置いてカッコ笑いにならない、そうそうそう、そういう、でつまり、うん、そういうコメディじゃないんだから、ちゃんと耐えられる人ね、そうそうそう、これはいや、そうそう、だからけなしてるんじゃないんですよ、さっきからねそういうそれをこう引き受けられる人が今いないんじゃないかっていう疑問系の話であって、そうそうそう、けなしてるんじゃないんですよ、単純に僕たちが受け止めきれない部分があったって、我々の器が小さいですよもう本当にもう本当にね、本当に小さいですからね、とてもそんなセリフはね、いや無理なんですよ、いやいや身に余るから、まあまあまあいいんだよ、もうそれはね、うん、
でもほら5月に帰ってきた危ないデカが、うん、来ちゃうらしいね。5月の24日だって。え？髪真っ白になって。そうだよ。でしかも娘がいるって設定なんだって。どっちの娘かよって分かんないけどね。うんうん、それで浅野敦子もまだ現役でさ。すごいね。そう。中村徹さんも出てくるんでしょ？中村徹がなんか出世してる設定なんだよね。うんうんうん、まあ懐かしいなあ。あ、今となってはだから中条静雄のあの課長が見られないのがね。近藤課長ね。うん、よかったよね。バカボーンっていうね。うん、あのやっぱりね、中条静雄の存在がね、そう。いや、危ないデカを占めてたんですよ。うん、まあまあでも亡くなっちゃったからこれ、ね。いやいや、もちろんそれはないものねだりで、まあそのもの言うだけね、そのもう野暮なんだけど、うんうん、うん、まあまあ。そんなね、柴田家だから皆さんね、いかがですか、うん、危ないデカもね、うん、危ないデカもこの高雄二でさ、うんうん、こう、ちょうちょ橋のセリフの中ではね、うんうん、今聞くとこう、やっぱりギョーギョーってなるようなセリフがあるんですよ。うんうん、だから、うん、ね、ちょっと、うん、あの、しばらく、うん、危デカ、ご無沙汰だった人のたも、うん、ちょっと一回、うん、もう一回ちょっと免疫をつけ直す意味も、はいはい、うん、込めてこれ、ここから入る、ちょ、あ、いいね、絡めてから、そう、これワクチン5本分ぐらいあります。ワクチン5本分ぐらい威力ありますから。本当に。ただ、いや、暗黒名画座は、暗黒名画座はいつも見てるし、うん、ここで紹介された映画を、うん、いつも見てるけど、やっぱりこう、2人のもうやり取りだけで十分だ、今日はこれ俺は見送るわって言う人もいるかもしれない。でもそれでもいいんですよ。うん、この映画のエンディングで、柴田恭平が歌ってるのがさ、うん、シャラララ、シャラララ、見送ることも愛の一つって歌ってますから見送ってもいいんです。そう、うん、でしかもその主題歌のタイトルがね、アゲインっていう。そう、アゲイン。もう一度挑んでいただけもう一度アゲインですから、もう一度その挑んでもらえればということでね。監督はね、原孝人監督という、この人はね、夜逃げ屋本舗というシリーズを、ありましたね、ありましたね、中村雅俊さんのね、そうそうそう、90年代に、まあ、ヒットさせた監督さんなんだけどね。あとね、うん、全然知られてないけどね、お墓がない、うん、ああった、そう岩下志麻変なコメディ、妙な映画だったね。妙な映画だった。他にもあんだろうけど、あんまりね、うんうん、何しろこれがやっぱ強烈だったね。お墓がないも撮った監督さんの、確かね、単独監督作品としてはこれがデビューだって。これがデビューか。うん、別品の街。別品の街ね。いやいやいや。どんな撮影現場だったんだろうといういろいろ想像しちゃいますけどね。そうですね。まあまあまあでもね、もう。おしゃれな、うん、本当にこう時代の息吹を感じる、うん、映画ですから、これが、うん、これが平成だっていう感じですよね。あ、さっき平成の愛と平成の色男って石田純一とさ、うん、まあ、これは映画じゃないけど柴田恭平共演してたもんね、ドラマで。大人のキスって見た？いや、いつだよそれ。ね、92年とか3年とかその辺よ。いや、それは見た、うちの母親は見てたかもしれないけどさ、うん、あ、そう、あのね、脚本はお決まりの鎌田敏夫でね、あ、男女7人夏物語、はいはいはい、ね、あ、うん、男たちによろしくとか、ね、29歳のクリスマスとかの、あの人ですよ。あ、そう、いや、金曜日の妻たちへも、そうね、金妻だ、そうそう、それがさ、で必ずね、必ず都合よくね、あのバツイチのね、あのモテ男同士がね、ひょんなことから同居生活に入っちゃうんですよ。ほんで、ね、そこにね、ひっきりなしに女が訪ねてくるっていうね、まあ、どこまでも都合のいいね、うん、あんま靴下履かない感じの靴下履かないで、あのね、白いシューズ履いてる感じだろ。テニスとか行ったりして、そうで、オリジナルラブとかがね、主題歌歌っちゃって、あの主題歌歌っちゃってさ、あ、そういう、うん、そんな時代もありましたね。うん、我々とは一生無縁の空間だな。そう、ここの映画は三宮がね、うん、舞台ですけどね、我々はどっちかというと深海地って感じだった、うん、それ言い過ぎか。いやいや、言い過ぎってことはないけど、まあ、まあまあ、ね、でもいいじゃありませんか、うん、そう、一つのね、うん、そのこれも神戸の、まあね、うん、一面というところはあるんだから。でもね、今時のね、イケメンとかなんとかっていうのと、そういうのとはね、また一つ全然レベルが違う、そのね、かっこいい男っていうの典型というのはこういう、ね、そうね、姿だったんだよというのを、うん、その一つのさ、ね、うん、モデルケースとして、はい、モデルケースであり、うん、永久欠番っていうのが、うん、大殿堂入りだよね、うん、そこから先はもう文化人類学的に見てください。原孝人監督、柴田恭平主演、別品の街、はい、関係ないねと言わずに一つ、うん、セリフのかっこよさ絶品ですよ。ポッカコーヒーを飲みながらどうぞ。折島一平、坂本雷光の暗黒名画座というわけで、いや日頃からね、ご愛顧ご視聴賜って、くださってる視聴者の皆さん
ありがとうございます。改めて厚く御礼申し上げますけれども、はい、我々とですね、もうお一方、うんうん、まあ、我々にとっては共通の盟友ですわ、はい、ご存知映画史時代劇研究家の春日太一氏、はい、彼と私と坂本君3人でやってますこのイベント、トークライブドーン、はい三つどもえというか三すくみというかもうすごいね、もう証拠もなく重ねておりますよ、ね、もうなんで今度で8回目早いもん、ね、早いね、8回目になるんですか、春日太一、坂本来光、大島一平、男3人が、はい、集まりまして日本映画の魅力を語り尽くす語り倒す趣旨のトークライブ、ね、開催でございます。来たる4月の27日土曜日ですね、はい、なんと会場は1回目から終始変わらず同じく横浜の、はい、ネイキッドロフト、はい、ね、まだ出来たてほやほやの綺麗な会場ですから、はい、うん、横浜駅からもう5分もかからないよね。いやもう本当そんなもん、うん、3、4分ですよでしょう、うん、ね、横浜駅すぐでございます。近くの、ね、ネイキッドロフトさんで、土曜だけにねちょっといつもとはやや早めの開演時間で18時30分、はい、午後6時半のスタートとなっております。1時間ぐらい前にはもう開場してるのかな。そうですね、だよね、うん、でいつものね、うん、いつもの通り、はい、映画の話に花が咲くとは思いますけどね、うん、今回は春日さんまたねすげえのをね、うん、なんか旅先で入手したっていうちょっと前情報も少し入ってるんですよ。おー、そうかい、まあ、これもちょっと楽しみだね。まあ、春日太一氏といえばね、昨年に、大作鬼の筆という橋本忍のね、うん、戦後最大の脚本家の生涯を、まあ、執念の取材12年にわたるね、取材での果てに、その新たな人物像というか新たなその作品の背景世界を解き明かした老作、うん、もう大評判、大センセーションを読書会に巻き起こしたばかりですけども、うん、その後日談というかね、多分そんな話にもなると思いますんで、うん、まあ、ぜひぜひ皆さんお運びください、はい、何しろね、うん、喋らず嫌い、うん、真似ず嫌い負けず嫌い、もう3つ揃ってますから。聞いたことねえよ、そんな真似ず嫌いって聞いた。真似ず嫌い負けず嫌い、真似ず嫌い、喋らず嫌い、まあまあ、とかねです、そういうね、はい、どんな展開になりますやら、今後期待、はい、まあもちろん会場に来ていただくのが一番ねありがたいんですけれども、横浜遠いよというお客様ももちろんいらっしゃると思います。そういう方は配信チケットも絶賛、はい、販売中でございますんで、まあ、配信チケットも含めてですね、詳細お問い合わせご予約のほどは横浜ネイキッドロフトさん、ご検索の上お問い合わせいただければと思います、はい、4月27日土曜日、はい、お待ち申し上げます。お楽しみに。ご相馬させませんよ。